一斉に行うという、そういう必要があります。それでこの非常に複雑なこの仕組みというのを実は説明した動画がありますので、ちょっとそれをご覧に入れようと思います。これは望月さんのホームページの中にある動画です。ちょっと会場を暗くいたします。まだちょっとこれ動いてない状態なんですが、こちら側にとこちら側に計算をこれからするよっていう状況があります。ここに足し算的対称性、ここに掛け算的対称性というのがこれから回ります。そしてこれからこことここで一対の計算をします。この動画においては、情報を伝える部隊 A と情報をもらう部隊 B というのは、実はこの動画の中に同居していますので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、見ていきましょう。動きます。それぞれの対称性が動き始めて、今ここにはテータ関数というものがあります。こちらには数体を復元するためのカッパー系関数というもののものの系があります。これはまだものの状態です。ここからディタッチメントによって対称性のへ分離されて、対称性を分離していきます。対称性を分離したその先には対称性からなる、ここでエタールライクと書いてますが、テータあるいはこれらの関数の対称性の情報が入ります。そしてそこから Q の値、見えますでしょうか。Q の値や数体がポロ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 とこう落っこちてきていて、それが今日はここはお話しできませんでしたが、ログシェルと呼ばれるものの中に、一種の入れ物なんですが、こういうものの中に入っていく。これを一斉に動機を取りながらやっていくという計算をここで行うということになるわけです。いかがでしょうか。これで大体話は終わってしまうんですが、最後はなかなか分かりにくかったと思うんですけども、残念ながら時間の制約もありますし、これ以上のことはなかなか言えませんが、このような非常にある意味、難しい、でもある意味自然な計算を行うということになります。まとめとして、IoT のやり方というものをちょっとまとめてみました。IoT はどういうところに特徴があったのかといいますと、異なる数学の舞台を想定することで、欲しい状況をまずは同時反復的に作り出す。どういうことかというと、Q の N 乗と Q が等しい、本来ならば大きくてはまるはずのないピースをはめるような状態というのを形式的に作り出す。しかしそれを違う舞台で作ることによって形式的に作るということなんですね。そうしておいて、その状態で舞台間の限られた通信手段を用いてお互いの計算を同期し合うというわけです。そこでは対称性による復元、あるいは対称性による通信ということが行われます。で、そうしておいて、その通信の際に生じた不訂正、歪みというものを計測し評価することで不等式を導くというのが IoT のやり方ということになるわけです。そういう意味で IoT は従来の数学とは非常に異なっているということがよくわかると思います。従来の数学はもう一度言いますが、一つの舞台で物事をします。しかし IoT は複数の舞台で作業をするということで、それまでになかった柔軟な状況を手に入れるというわけになる状況になるわけです。いかがでしたでしょうか。なかなか IoT について、この辺が限界かなというふうに思うんですが、やはり IoT って非常に難しいその理論だなっていうふうに思います。非常に新しい理論でもあるし、難しい理論でもあります。何しろとても難しくて、いまだに世界中で分かっている人が何人かとかっていうような、そういうことをよく言われるわけです。私自身も本当に隅から隅まで分かっているかって言われると、なかなかそうはなかなか言い切れないところが、あるわけです。しかし、こういう形で、IoT が提案することは何なのか、その新しい数学に対する新しい提案が何なのかということは、ある程度お話できたんじゃないかなというふうに思います。これが望月さんという今我々が生きているこの世代の人が、作った数学における大革命的な理論だというわけなんです。その凄さが
少しでも伝わればよかったかなというふうに思います。最後に、ちょっと謝辞を述べさせていただきます。この今回の講演およびこのスライドを作るにあたって、いろんな方のお世話になりました。まず何と言っても望月慎一さんには大変お世話になりました。それから、この講演を提案してくれたのは、川上さんです。それからこのスライドを、作る のほぼ大部分を作っていただいたのは、清水亮さんという方です。それからもちろんマスパワーの今回の主催者およびスタッフの方には、心より感謝いたします。そしてもちろん会場にお集まりの皆さんとニコ生でこれを聞いている皆さんにも興味を持って聞いていただいてありがとうございました。じゃあこれで今日の話は終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。加藤先生、鳴り止まない拍手です。ありがとうございます。うわすごいですよ、コメントの弾幕も。いやこれはワクワクしますよね、このお話。ありがとうございます。複数の舞台でっていう、僕もお笑い芸人と、ね、高校の教師という複数の舞台でやってはいるんですけれども、舞台間で何か通信してますか？確かに難しいですよね。でも生徒はでも見てるかもしれません、この舞台を。そんな話はどうでもいいんですよ。ね、質問したい方多分多くいらっしゃるんじゃないかと思います。申し訳ないです、時間ちょっと押してまして、2つだけ質問を受け付けたいと思います。さあいかがでしょうか。はい、マイクフォローの方お願いします。先行して、はい、分かりやすい講演ありがとうございました。その一般の方に向けて、その数学者として分かりやすく、その数式を使あまり使わずにやるっていうので、どのようなことを意識なされてやってますか？難しい質問なんですけど、いや難しいですね。だからやっぱり考え方をできるだけ比喩を使うということですかね。だから比喩が使える理論は説明しやすいんですよね。非常にその技術的な理論で、あんまりなかなか比喩が使えないというのはなかなかしにくいんだなかなというふうに思います。まあ、上手なその例え話ってなかなか思い浮かばないんで、まあ、今回も大変苦労しました。いやすごかったですね、例えが分かりやすくて、あとプレゼンのね、イラストやの、ね、イラストや大活躍っていうのも、まあ、かなりのイラストや動画は先ほど紹介した清水さんという方が作っていただいたんです、ね、いやすごい分かりやすい素晴らしいプレゼン資料でした。ありがとうございます。ご質問の方ありがとうございます。さあもうお一方では、すいません前の方お願いします。具体的に扱う問題というか、その方法考え方をご説明していただいたんですけれど、これどういう問題にも使えるようなものなんですか、それともかなり特殊な問題にしか使えないんでしょうか？異なる舞台を設定して、その間で通信を行うことによって今までにない柔軟性を手に入れたということは、おそらく他の問題にも、まあ、使えるというか、非常に大きな可能性を持ったものじゃないかなと思います。でそれは技術的には非常に難しいものなんですけど、ある意味自然な考え方だったんだ、まあ、考えてみればすごく自然だったんじゃないかっていう、まあ、そういう時代が、まあ、いずれ来るんじゃないかと思います。そうした場合、おそらくより多くの、まあ、問題にこれが、まあ、使えるようになるということはおそらく、まあ、来るでしょうねと私は思います。はい、ありがとうございました。ワクワクしますね。はい、ということで、はい、本当に素晴らしい講演ありがとうございました。加藤文春先生に今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。